そういえば、ストレアにはフィリアのことをちゃんと紹介してなかったよな。うん。それじゃあ、改めて自己紹介しようか。私、フィリアっていうの、よろしくね。うん、よろしくね。じゃあ、次は私の番だね。ちょ、ストレア、なんで今腕組むんだ。私はストレアだよ。よろしくね、フィリア。うん、よろしく。 おい、自己紹介するのにこの体勢の意味あるのか。ダメなの？急にギューってしたくなっちゃったんだもん。そういうことなんだ。私、アスナに言いつけてくる。ちょっと待ってくれ。ストレアのことを勘違いしてないか。キリトの愛人じゃないの？愛人って愛する人ってことだよね。話がこじれていく。言っておくけど、ストレアはナビゲーションピクシーなんだよ。 SAO ではプレイヤーたちの心を癒すのが私の仕事だったんだよ。だからフィリアも何か困ったことがあったら言ってね。私がこんな風に癒してあげるから。ちょっとギャーン。苦しい。いきなり何なの？これがストレア流の癒し方だそうだ。キリトにもよくこういう風にやってあげてるんだよ。また勘違いされそうな言い方を。さすがにもう勘違いしないよ。これだけ一方的なのが分かればね。それはよかった。よくないよ。うん、これで十分癒せたかな。またね、フィリア。ちょっとまあ、ストレアも悪気はないんだ。仲良くしてやってくれ。分かったよ。確かに悪い子じゃないみたいだしね。